本勇人、多少の怪我でも出ます。今日しか東京ドームに来れないファンもいる。元プロ野球選手の上原浩二さんの人気 YouTube チャンネルに元巨人の岡崎薫さんが登場した。坂本は本気を出さない、6、7割の力で野球をやる、だから壊れない、7割くらいでやっても他の選手の10割より上だから、メンタルは若い頃からすごかった、良い意味で舐めてた、勝負の世界は見下ろされたら負けだから。また一番思い出深いエピソードとして、坂本に足の張りがあり、原辰徳監督がベンチスタートを提案した際、岡崎さんが本人に意思を確認すると、今日しか東京ドームに来られない僕のファンもいるんですと言い、坂本はスタメン出場したという、先輩に可愛がられ後輩に慕われるという坂本は、いずれ間違いなく巨人の監督になると断言した。隼人王岡崎、球団関係者に聞いたらグッズ総売り上げの 40% は坂本で、2位は小林。ハップせやろ。プロ野球選手の鏡すぎるわ。マヨ監督やってくれ、原じゃダメや。今日しか来れないかもしれないけど、10分で来れなかったらケツの穴確定されるやん。なんでこれで女性が絡むと途端にダメになるんだろうな。金持っててイケメンの独身らしく遊んでるだけやろ。